皆さんこんにちは。今回は48分の1スケールのヒトロク式機動戦闘車を作ってみたいと思います。48分の1スケールはタミヤが近年売り出したシリーズで、作りやすく価格もお手頃に抑えた初心者でも楽しめるキットです。このキットはタイヤがゴム製になっていますね。パーツはこのように単色の成形です。自分で塗り分ける必要があります。説明書を開くと途中に細かい塗装指示があります。でも気にしなくても大丈夫です。全部作って後で塗りましょう。戦闘車を製作します。パーツをニッパーで切り出しましょう。刃をパーツのギリギリに当てず、少しゲートを残して切り取ります。残ったゲート跡はもう一度カットして処理を行います。ニッパーではゲート跡がきれいに処理できない場合があります。干渉して正しく接合できない場合はもう一度処理が必要です。今度はデザインナイフを使います。このように刃を垂直に立てて削る方法をカンナ掛けと呼びます。ゲート跡が見える場所にあるときは特に注意が必要です。デザインナイフではえぐってしまう場合があるのです。このような場合は金属ヤスリを使いましょう。押すときのみに軽く力を入れて一方方向に削っていきます。洗車模型は汚しを行いますので、ピカピカに磨く必要はあまりありません。接着剤は2種類を使いましょう。ドロドロ系とサラサラ系ですね。ドロドロ系はたくさんつけず、見えない場所に少しだけつけます。その後サラサラ系を流すのですが、指の位置に注意です。先ほどのような位置だと指の間に接着剤が流れ込んでしまいます。指紋がべったりとついてしまいますので十分にご注意ください。折れやすい手すりの扱い方をご紹介します。切り出すときにこのように大きくゲートを残しましょう。そのまま接着剤をつけて取り付けましょう。そしてしっかり乾燥させます。それからゲートをカットしていきましょう。細い手すりに金属ヤスリを使うと折ってしまう場合があります。このような時には紙ヤスリを使いましょう。おすすめの番手は400、600、800、1000番の4つです。まっすぐなものを削る場合はこのようなジグがあると便利です。ない場合は割り箸に両面テープで貼り付けましょう。カットする際にデザインナイフを使ってはいけません。刃がボロボロになってしまいます。刃を折ることができるいわゆるカッターナイフを使いましょう。パーツを折らないように優しく削っていきます。仕上げは600番、800番と順番に削っておけば OK です。方針には金型の合わせ目、パーティングラインができています。これを400番の割り箸ヤスリで削ると平面になってしまいます。1000番程度の紙ヤスリで丸く削りましょう。紙ヤスリを両面テープで挟み込み、両面ヤスリを作ってみます。両面テープを挟むことで適度な弾力が生まれて作業がしやすくなります。この作業は気になる方だけ行いましょう。パーティングラインはそのままでも大丈夫です。このようなものを押し出しピン跡と言います。目立つ場合は除去しても構いません。紙ヤスリを使いますが、小さく切ってから作業を行いましょう。800番から1000番くらいの紙ヤスリが良いと思います。このピン跡の除去も気になる人だけがすればいいと思います。
M2 重機関銃は小さいパーツがたくさんあります。ドロドロ系接着剤で作るのですが、付属のハケではちょっと大きすぎますよね。こういう時におすすめなのが金属プレートを使う方法。これに接着剤を乗せます。そして爪楊枝で取って塗れば適量をつけることができます。かなり小さい接着面でも綺麗に仕上げることができますので、おすすめいたします。固まった接着剤はこのように取ることができます。金属板は再利用可能です。組み立て終了です。パーツは少しバラしています。タイヤは足回りの奥を塗るために外しています。小さい機関銃は破損しやすいので別塗装にします。ハッチも裏面が塗りにくいので別塗装です。ベースの製作を行います。100円均一で塗装済みの木製トレイを買ってきました。裏返して使うのでラベルは剥がしておきます。ベースに車両を置く場合、少し斜めにしてあげましょう。開いたスペースにタイトルを設置しても良いですね。縦方向を正面にする方法もあります。イメージをまとめるために絵を描いてみましょう。鉛筆で箱を描き、その中に戦車を描いていきます。下書きが終わったらペンで清書しましょう。どちらも悪くないですが、今回は縦構図を選んでみます。紙に土台を写し取り切り出します。ベースを描きます。島のように盛り上がった形にしようと思います。このような形状をアイランドベースと呼びますが、余分なスペースができないのでまとめやすくておすすめの方法です。100円均一の 5mm 厚スチレンボードを使用します。一部を高くするので2枚重ねて厚みを持たせます。このキット、残念ながら足回りはまっすぐで稼働しません。タイヤは曲げた方が表情がつきますので、なんとかステアリングを曲げてみましょう。折れない程度に無理やり曲げます。ぐっと力を入れてください。いいですね。ステアリングが曲がると表情が出ると思います。迷彩塗装を行います。まずは茶色を塗ります。タミヤの缶スプレーを使用します。ラッカーの缶スプレーは匂いがきついので屋外で拭くことをお勧めします。ポイントは拭き始めを対象物から外すことです。ボタンをしっかり押し込み、さっと動かしながら拭きつけましょう。圧力が強いので動きが遅いと吹きすぎて垂れてしまいます。さっさっさと吹いていくとうまくいくと思います。塗装後は箱の中に置いて乾燥させると良いですね。お天気が良ければ数時間で次の工程に移ることが可能です。次は緑を塗ります。使用するのはタミヤアクリルカラーです。希釈には水道水を使います。タミヤアクリルは水で希釈することができます。タミヤアクリルの塗装にはウェットパレットが使えます。ウェットパレットとはこのようなタッパーにキッチンペーパーを引いて水を浸したものです。この上にクッキーなどを焼くときに使うシリコンシートを乗せます。
このようにわずかに下から水分が染み出してきています。この水分が塗料の乾燥を防ぎ作業性を高めてくれます。迷彩の図面を参考にしましょう。調色スティックかヘラを使い塗料を攪拌します。拭き取りはペーパーナプキンを使いましょう。ティッシュは繊維質が出てしまいますので NG です。筆はタミヤのナイロン筆を使います。平筆の02番です。模様の形は説明書と違っていても大丈夫です。参考程度にして塗っていきましょう。輪郭を描いたら中を塗りつぶしていきます。筆ムラは現時点では全く気にせずどんどん塗ってしまいましょう。すぐに乾きますので重ね塗りを行います。水で溶いたアクリル塗料は最初の乾いた塗膜を犯しません。ですから安心して塗り重ねをしてください。塗り重ね3回目です。このくらいで色が十分についてきましたのでこれで終了にしたいと思います。細部の塗り分けを行います。牽引ロープは黒で塗ります。後でメタル感を出すので下地の色はこの黒で構いません。筆のお腹の部分をうまく活用してはみ出さないように塗りましょう。ポストイットを隙間に挟んで塗るのも便利な方法です。こうしておけばはみ出しを気にせず色を塗ることができます。水で希釈したアクリル塗料はこのようにガサガサになってしまいます。半光沢の水性トップコートを吹きつけて表面を整えておきましょう。こんなベタベタの状態なんですけれども乾くと綺麗に整っています。ムラもほとんど気にならないですね。長くなりましたので今回はここまでといたします。次回はパテを使ったフィギュアの改造と迷彩服の塗り方、エナメル塗料を使った顔の塗り方などをご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。